本千秋さん19歳、現在フェリーズに所属しています。有名人になろうと思ってこの番組に応募しました。今日ロックから夏メロまで何でも歌える歌手になりたいと思います。今日はピーナッツの恋のバカンスを歌いたいと思います。ため息の出るようなあなたの口づけに甘い恋を夢言葉で言い表せない、なんか雰囲気を持った人だなと思います。普段はどういうのを着てるんですか？このままです。あ、学校にもこれで行ってるんですか？はい、私服でいいの？あ、こういう格好で学校にも行ってるってことは非常に着慣れた格好であることは確かなんですね。その辺、山本さんどうですか？それつけぼくれでしょ？はい、ね、顔にね、ほくろとかそういったほくろですよね。まあ、細工をする人ってのは大体マドンナに始まってね、欲深い人が多いんですよ。僕は女の人で、ほうほう、それででもそれはいいなと思う、いい傾向だなと、うんうんうん、一つ思ったのと、あとなんか意外とピーナッツの歌を歌いながらも演歌調だったりして、うん、まあ個性があるっていう、主張が最初に来すぎちゃうとね、うん、そういった服で、うん、ちょっと辛い部分があるんで、うん、じゃあ今度 T シャツとジーパンで着ますこれ素直なんですよ。素直なんですよ。僕こなんか言うこと全てそうじゃないのってとこから始まりそうな感じがね否定から入っていくというタイプの方かなと思って、そば寄るのもちょっと怖かったんですけど、意外にそういうところ素直で、それだから得してることとこの見た目で損してることってのあるかもしれないですね。彼女なんかはなんか最後に教えたいことありますか？ないです。はい、ご苦労様です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。